AK-1-03 はロシアで設計されたアサルトライフルである。AK-1-00 シリーズは AK-74M の後継変更型であり、a k 7 4 m と同世代。弾薬は著名なアカムと同様の 7.62EX39mm 弾を用いている。AK-74AK-74M から発展し、 金属部品や木製部品をプラスチックに変更することで軽量化を果たしている。レーザーサイトやナイトビジョン、望遠など多様な照準機を取り付け可能で GP-30 グレネードランチャーやサプレーサーも装備可能。この銃は本質的には AK-101 と同様の AK-74M の後継変更型であり、 設計の古いアカムやアクムズの近代化型にあたる。アカムとの相違点は、90度のガス導入口、AK-74 型のフロントサイトや、AK-104 は AK-103 のカービンモデルであり、AK-74M に対する AK-105 と同様の立ち位置にある。こちらも同様に使用弾薬は 7.62EX39mm 弾である。 ゴファットアーミメントエンジニアリングコンプレックスが生産している。エチオピア陸軍においてアカムを補填する。ロシアのイジェフスク機械製作工場がインドの兵器製造者にライセンスを与えて生産している。カダフィ政権時代に反カダフィ勢力が用いていたのがいくつかの写真で見られる。2005年5月にベネズエラ国防省はロシアのロッサバーニックスポート社に10万丁の AK-103 及び弾薬を国内生産するための製作機械と技術を共に購入する意向を示した。ベネズエラに船で第一陣の3万兆が届いたのは2006年6月3日のことだった。第二陣の3万2千丁兆は8月30日。最後の第三陣は2006年11月29日である。これらの a k 1零三は百五十三年に購入。 国内生産したおよそ6万丁のベルギー製 FN フェルを代替するために購入された。マラカイにある AK-103 の製造工場は現在稼働しており、年間5万丁の生産能力を有する。警察の特殊部隊が運用している。レッドリターンズロシア連邦軍と主人公のフランク、モーゼーズが AK-103 を使用するほか、モスクワ警察が AK-104 を使用する。 ダイハード、ラストデイ序盤、裁判所を警備する主隊員が AK、AK-103 を所持しているほか、チャガーリンの手下が、裁判所を襲撃した際にタクティカルライトと、フォアグリップを装着した AK、AK-104 を使用する。中盤、ホテルでの戦闘の際にもチャガーリンの手下が、同一モデルを使用しており、主人公のジョン・マクレーンが奪って使用する。また、息子のジョンも AK-104 を使用するが、 何も装着されておらず、なぜか終始ストックを折りたたんで使用する。マーセナリーズにワールドインフレームス、アサルトライフルの名称で登場する。ベネズエラ軍が使用する。ありがとうございます。